俺は今人生の絶頂を迎えようとしている。リュウちゃん本当にいいの？うん、来て。苦節21年、ついに俺は憧れの女性と大人の階段を登るのだ。俺の名前は八幡純也、21歳の大学生だ。国立大学を三浪の末見事受験に失敗、妥協して三流大学に入学した。中学高校と勉強一筋でザ・インキャラだった俺、おまけにその勉強でも惨敗する始末。こうなったら意地でも大学デビューしてやる。俺は不退転の覚悟でキャンパスライフを謳歌するはずだった。おっさん、今日も出席シクヨルです。あ、うん、こんなクソガキどもが。入学早々年下の同級生におっさんと蔑まれ、代わりに出席とノートを取らされるパシリ当然の扱いだ。だが唯一この学校に通う楽しみがある。それは純也くん、おはよう。そう、天女のようなこのリオちゃんをめでることだ。彼女は砂漠のように進んだ俺の心に癒しをくれるオアシス。おはよう。かわいい。俺のような陰キャにも分け隔てなく接してくれる、まさに女神様なのだ。そんな彼女に俺は密かに恋心を抱いていた。 LINE 聞こうかな。でもおいおっさん。だがこの後事態は思わぬ形で好転することとなる。今日みんなで飲み会やるんだけど来る？数合わせだけど。いやあ、リオちゃんも行くよな？行く行く。な、俺は即座に返答した。行きます、俺行くよ、すごく楽しみだ。あ、そう、じゃあ7時に豚貴族集合な。あわよくば彼女と近づきになれるかも。この好機逃す手はない。ところが、なんで待ってんの、なんで待ってんの、なんでなんでなんで。開始早々チャラ男の洗礼を浴び泥酔状態に。これだから陽キャどもは嫌いなんだ。さらに奴らは煽ろうことか、愛しのリオちゃんにまで絡み出した。リオちゃん一緒に飲もうよ。その様子を見て俺の体は思わず動き出していた。俺はリオちゃんを救うべくジョッキを奪い一気に飲み干した。だがしかし目の前の視界が歪み、ぐるぐると回り始める。お、かっこいい。まだ飲み足りねえらしいな。ほら飲めよ。限界に達した俺の意識はここで途絶えた。おい、こいつどうする？ほっとけよそんなやつ。2軒目行く人。差し込むような光の眩しさで目を開けると、そこにはリオちゃん。よかった、心配だったんだから。なんとリオちゃんの姿が。ここは私の部屋、連れて帰るの大変だったんだから。さらにはどさくさ紛れに彼女の部屋にまで上がり込んでいたのだ。災い転じて福となすとはまさにこのこと。くぅ、チケット生まれてよかった。この世に生を受けた喜びを天に感謝していた。その時だった。純也くん、体中を駆け巡る柔らかな感触、彼女は俺に抱きついていた。さっきの純也くん、すごくかっこよかった。そうかな、この空気はいけるのか。リオちゃんがこんなに積極的だったなんて。末善食わぬは男の恥、これを逃せば俺はきっと一生童貞だ。リオちゃん、好きにしていいよ、純也くんなら。そして俺たちは結ばれた。すると誰かが怒鳴りつけるような声が徐々に大きく俺の耳に響いた。起きろ、起きろ、起きろ。なんだよ。夢見心地で上げた目に飛び込んだのは予想だにしない光景だった。警察が大勢取り囲み、なんじゃこりゃ。騒ぐな、この変態が。俺は下半身丸出しで地面に伏していたのだ。どうやら酒屋の出来事は全部夢だったみたいだ。とにかく早く服を着なさい。あ、はい。俺は路地裏で穴の妄想をしたまま一夜を明かしたのだ。さらに俺の具足は戦闘態勢でマンホールの穴にすっぽりとはまっていた。なんだこれ、動けない。早く起きろ。知りたくなるほどの圧倒的恥辱。穴があったら入りたい、いやすでに入ってはいるのだが、さらに警官は容赦なく俺を無理やり穴から引っこ抜いた。ズワー。破裂音に似た鈍い音が響くとともに、焼けるような痛みが俺の股間を襲う。痛い。なんだ。あまりの痛がりように警官も異常に気づき、俺は病院へと搬送された。そして診察を受けた結果、心して聞いてください、あなたの息子は一生使い物にならないかもしれません。なんだと。陰茎切症という症状らしく、男性の機能が失われる可能性があるというのだ。すぐさま緊急手術を受け、そのまま入院することになり。おい大丈夫だよな。警官にはこっぴどく叱られた。
こうして無事大学生活に復帰し、股間も奇跡的に回復したのだが、初めての相手がマンホールなんて。学内で噂は瞬く間に広がっていた。俺に春が来ることはこれから先も当分ないようだ。